藤波明、藤波明から1934年11月18日は、日本の医師、病理学者。藤波肉種の発見者として知られる。父は、旧尾張リハンジーの藤波一万へ、10歳下の、弟は、医学 X 線学者の草分けで、慶応義塾大学放射線科学所大教授の藤波、孝一。 1870年旧終わり藩の G、藤並一万徳の長男として愛知県名古屋市に生まれる。聖火は代々の終わり範囲という名門であった。1895年に東京帝国大学医科大学を主席卒業。病理学教室に入り、当時ドイツのウィルヒョウに学んで帰国したばかりの山際、勝三郎教授に指示する。翌年ドイツに留学。 ベルリン大学ではウィルヒョウに、ストラスブール大学では、レックリングハウゼン病で有名なフリードリッヒ本、レックリングハウゼンに、フライブルク大学病理学教室では、エルンスト・ツイグラーにそれぞれ学び、4年間を過ごす。この留学期間中、とりわけ細胞病理学説の衝動者ウィルヒョウから受けた影響は大きかったようである。 深谷すぐんな原村あざかぐの牛舎前で撮影された実験の牛。1909年6月20日撮影1900年、帰国すると同時に京都帝国大学医科大学の病理学教室所大教授に任ぜられる。彼は1930年までその任についた。寄生従病の研究に力を入れ、特に日本重血球中症の解明につながる重要な発見として、 1904年5月30日、藤波は、広島県片山地区に住む患者の関門脈内にビブが断裂した一匹のメス生虫体を発見した。岡山で、桂田藤郎が、山梨県中駒郡大鎌田村二日市場の、開業医、三上三郎の飼い猫から得た検体に、初めて一匹のオス生虫体を発見した4日後のことである。さらに、 日本重血球中については、当時まだ不明だった生活感を解明するため、1909年、片山地区の有病地において、金沢医学専門学校の中村八太郎及び、片山地方の開業医、吉田隆三と共に牛を用いた実証実験を行い、病原虫の経費感染を証明した。この結果は、同病の予防につながる大きな発見だった。 藤波の最も著名な業績は移植可能な家取肉種の病理についての実験主要学的研究である。1910年、世界に先駆けて家取肉種の移植系を確立。同年、ロックフェラー大学のペートン・ラウスも取肉種の移植系を確立している。これらはウイルス発がんの先駆的な業績と評価されている。藤波が発見した家取肉種は、 富士並み肉種として広く世に知られている。1910年から1911年にかけて満州にペストが流行した。1911年、この対策を話し合う万国ペスト会議が法典で行われるにあたり、伝染病研究所所長の北里柴三郎、内閣拓職局部長の江木翼らと共に出席する。1918年、 日本重血球中症の解明による業績で、桂田藤郎と共に帝国学士院賞を受賞した。藤並は経験なキリスト教者でもあり、1928年、ドイツハイデルベルク大学から名誉神学博士の称号を受けている。1929年11月11日、帝国学士院会員に推挙された。1931年京都、 帝国大学名誉教授となる。1934年人不全により65歳で没。名古屋市畜作に埋葬された。ありがとうございます。